こんにちは。こんにちは。私は本日試験官を務めさせていただく磯岡です。お名前と受験番号を教えてください。私の名前は尾形ゆりやんたけしと申します。はい。受験番号はです。はい。ゆりやんさんですね。ゆりやんさんとお呼びしてもよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。ではゆりやんさん、日本語スピーキング試験を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。試験は全部で3部です。時間は全部で10分程度です。私から質問をさせていただきますので、ゆりやんさんは私の質問に答えてください。はい。採点のために録音をいたしますのでご了承ください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では第1部では日常的な話題について質問をします。準備はいいですか？はい、はい、では習慣について質問をします。毎日同じ時間に起きますか？いいえ、仕事がある日は、はい、だいたい6時半、休みの日は、うん、まあ休みの日も、10時11時ぐらいまで寝たりしてます。では毎日必ずすることがありますか？時間があればその自分でご飯を作りたいですね。毎日するわけではないんですけど、自炊はまあできる限り自分で毎日したいです。すごいいいですね。まあ養成講座に通っているんですけども、まあ効率よく過ごすためにちょっとこう、まあ未就語彙をこうまとめたエクセルを作ったりとか、養成講座に関係するものをちょっと進めたり。おー、一番好きな時間を教えてください。自分の時間を満喫するときですよね。まあ、こう友達と話したり、まあ、電話したり、まあ、ドイツなんですけども、ドイツの友達と友達と電話したりとか、はい、まあ、家族と電話したりとか、はい、まあ、テレビ見たりとか。ではゆりやんさんの毎日の習慣で気に入っていることを教えてください。またそれはなぜか教えてください。健全な体を保つためにやっぱりこう運動をしているんですけども、はい、がっつりジムに行くときとかあるんですけども、まあ、今月、まあ、先月に入ってからまたちょっと、はい、まあ、頻繁に週2、3ぐらいで行くようになったので、それをこう、はい、モチベーション上げて行くことが重要なので、まあそれをこうやり終えた後のこう、まあ、シャワー浴びるときとかがやっぱりこう最高です、ね。まあ最高だし、まあ、はい、まあ気に、まあ、好きな瞬間でもあります。はい、いいですね。それでは最後の質問です。ゆりやんさんにとって理想の休日はどんな一日ですか？とにかく長く寝て、はい、でも起きた時間がもう朝の6時とか。まあ要はたくさん寝てもまだその起きた時間はまだ朝1みたいな。すっごいいい朝ごはん食べます。朝ごはんが充実してるともうそれでなんかもういいスタートを切れる。朝ジョギングとかして帰ってきます。でなんかちょっと旅行は作ります。まあ友達と会って街出かけてちょっとなんかこうショッピングとか、まずドライブとかなんかちょっと遊びに行きます。一日中外で遊びます。日焼けします。夜遊びに行くのも好きなんでちょっとこう飲みに行ったりとか、ちょっとどっか踊りに行ったりとか。ドイツだとビールが有名ですね。はい、そうです。ありがとうございました。では第1部はこれで終了です。続いては第2部に移ります。スピーチのテーマをお見せします。はい、90秒間でスピーチの内容を考えて準備してください。はい、その後準備が終わったら同じく90秒間でスピーチをお願いします。はい、ではテーマはこちらです。これから90秒間でスピーチをお願いします。はい、はい、終わったら以上ですと言ってください。はい、僕が大切にしているものは自信です。うん、はい、物ではなくて少しこう抽象的なものなんですけども、まあ、コンフィデンスです。自信です。僕以前あんまりこう、まあ、自信がなかったんです。直接的に物が言えない
タイプとか、まあ、僕もまあお人よしなので主張があんまりできていなかった部分があって結構他人の意見に左右される部分もあったんですけども自分の考えてる自分の思想主張があってもうそれが自分の考えてることが合ってるっていう自己主張というか自信を持ち始めました、うん、考えるようになってからあんまりこう気持ちのゆらつきっていうんですかあまりこうなくなって、うん、もう今の目標に向かってこう突っ走ってることができている主張自信ここら辺が、大切にしているものです以上ですはいありがとうございます90秒経ちましたのでこちらでスピーチは終了ですでは第3部に移ります第3部では先ほど第2部でユリアンさんにしていただいたスピーチについていくつか質問をさせていただきます、はい、自信を大切にしてるとおっしゃっていましたが、はい、変わった決定的な何か出来事はありましたか、まあ、悩んでいた時期があってもう本当にこう、まあ、右も左もわからない自分のスキルを磨くためにも、はい、あのまあ一つなんかこう新しいものを身につけようと思って、あ、はい、まあ日本語を今まで武器にしてきたんですけど、話せることを武器にしてきたんですけど、まあその一歩先を行ってもじゃあ教えてみたら教えてみようっていうのを試した結果面白かったので、その道を極めたいと思って始めたのが養成講座だし、まあ日本に来た、はい、来て。やることの一つもそれだったし目標がまあに向かってこう一歩ずつ進むことによってもうこうだんだんですけど今になってみたらまあそれが多分機会だったんじゃないかなそうですね素晴らしいですね自分にスキルを身につけることによってだんだんと自信がついてきたということですねありがとうございます日本語はどのように勉強されていたんですか父親が日本人なんですけど父親とは日本語で話していて、はい、それプラス、日本語の補習校という、まあ、現地校を通うじゃないですか、はい、平日は、はい、で週末に通う学校日本語学校があって、はい、でそれに12年半ぐらい通っていました、うんまあ、僕も語学とか好きだし、まあ、大学でも通訳翻訳っていう学科に通っていたので、あ、で、まあ、日本語を使って通訳のアルバイトとか、まあ、翻訳系の依頼とかをやっていて、はい、それが、基本的に、まあ、僕が活かせるスキルと自覚していましたそれが自信につながったということですねそれをもう少しこう違った形で活かせるものを探していたら教えるっていう別の道を見つけてまあ、それを極めていくことによって、まあ、自信にもつながっていった素晴らしいことだと思いますありがとうございますでは3部はこちらで終了ですこれで1部から3部まで全て終了しましたので本日の日本語スピーキング試験は以上となります、はい、ユリアンさん今日はありがとうございましたありがとうございましたいかがでしたか本日の受験者の方は TCJ のステップスコア13を取得しました。TCJ のステップスコアは CEFR および JLPT と相関を持たせています。参考までに本日の受験者の方は CEFR C2 レベル、JLPT N1 以上レベルとなります。日本語スピーキング試験はTCJ のアセスメントシステムに従って13段階で評価しています。日本語スピーキング試験における評価のポイントは正確性、言語知識、話の構成、流暢さの4つです。今回の受験者は質問に対して的確な回答ができていたこと、それに加えて具体的な例を出して話しており、とても分かりやすかったこと、スピーチの内容は情報量が十分だったこと、そして大変流暢で発音が綺麗だったこと、全体を通して間の取り方や話すスピードもよく、聞き手への配慮を感じました。
特にこの3つが評価につながりました。アイコンタクトもあり、大変コミュニケーション能力が高いと感じました。スピーキング能力を高めるには文法、語彙、言語知識などの基礎知識だけではなく、アウトプット中心のトレーニングが欠かせません。高いスピーキング能力を身につけたい方は、ぜひこちらまでアクセスをしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。新鮮な体験でした。今までスピーキングテストというのを受けたことがなかったので、どういう質問、どういう流れになっているのかというのを知らなかったので、その体験ができて、嬉しく思います。スピーキング試験を受ける学生にとっては、やはり、スピーキングということもあって話す技能が試されるので、コミュニケーション能力は、重要な要素だと思うので、思います。ここではコミュニケーション能力を重視して日本語を教えてくれるので、ここで日本語を鍛えてからここのスピーキング試験に挑むことをお勧めします。